腹ペコアザラシと申します。それでは信長の野望新生新しいシリーズをやっていきたいと思います。では始めから。で、今回は尾張統一、信長包囲網はクリアしたので桶狭間の戦いやっていきましょうかね。信長元服でもいいんだけれども、ちょっとねやりたいシナリオがある、大名がいるんですよね。桶狭間の戦いでやっていきたいと思います。で、やりたいのはこの方、鈴木貞雄さんです。この部世に通ずるか試さん。はい、では鈴木貞雄さんでやっていきたいと思います。完成に打って出る鉄砲をね駆使してちょっと戦いたいと思ってるのでね、雑賀衆をね率いる鈴木さんでやっていきたいと思います。ではこの辺りは飛ばさせていただいて、まず初手は三好家に対して心中ですね。で、まずやりたいことが高屋城とかこの辺りを取っていくことですね。なので進前するお金がないよな。高屋城2400で攻め込んで勝てるかどうかっていったところですね。ちょっとやっていくか。さすがに初手いきなり攻め込みは厳しいか。任命代官、そうだ、特性持ってる方は砲術、やっぱり砲術持ちが多いですからね。側近に特性ある方はいないかな。あ、太田さんがいますね。太田さんやっていきましょう。で、他に特性ある方は特にいないですね。そしたら土橋さんやっていきましょう。ありがとうよ。とりあえずこれでいいでしょう。で、外交親善で三好家と援軍を持ってこさせるためには40かかるのか。その間に畠山攻められるよな。よし、ここはやっぱり初手でちょっと攻め込んでみましょう。高屋城、とりあえずこちらで攻め込む。あと900でも攻め込むと。これでいきましょう。果たして高屋城からどうなるか。はい、高屋城に攻め込みますと。包囲で落とせるかな。結構軽いですね。ちょっと待って、合戦できる、やっていきましょう。1600倒せるでしょ、これだったら。これいけそうだな。初手で攻め込んだの正解かもしれない。そしたら鉄砲レベルはレベル1、レベル4。そしたら鉄砲レベル4の貞雄と変えていきましょう。では改正です。で、貞さんで、これ名前なんて言うんだちょっとちゃんとさっき見ればよかった。まずは要所を抑えましょう。で、こちら貞雄でも突っ込ませましょう。まずは鉄砲が発生するはずですからね。はい、鉄砲戦車。そしたらこちらまで戻りましょう。ここまで行こう。また鉄砲戦車入らないかな。軒口攻めの時にはなんか入らない気がしますね。入らないですね。よし、一気に強撃していきましょう。一番槍は貞さんですね。よしよしよし、強撃で一気に落としていきましょう。本当はこんな力技じゃなくてね、華麗に鉄砲射撃で倒したいところなんですけどね。
が先方にて崩れるがいい。はい、撤退。これで勝利ですね。よし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 。166の被害だったらまあいいでしょう。まあ敵一部隊ですからね。はい、高屋城陥落です。いいですね。まずは高屋。いやいやいや、1個取っただけでそんなね、機内がどうこうなんて言ってられないでしょう。とりあえず帰還ですね。あとは筒井を倒す前に新宮城畠山最後の拠点を落としてっていったところですね。で、稚魚を与えていきましょう。高屋城、大官重秀、重秀まだ使いたいな。侍大将、でもまあ重秀かな。そうだ、あと表情で制作雑賀僧正かな。まあ掟ですよね。でこれだと鉄砲レベル、全城の鉄砲レベルが上がるので、ちょっとね、100円でこれはお得なのでやっていきましょう。それでよい。では進めましょう。よし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 、これで全城のレベル1ですね。これすごい強いよな。で、表情制作で制度改新、これもやっていきましょう。それでよい。ただお金がどんどんなくなっていくな。では進めましょう。で、制度改新プラス、維新が不足して裁量権移譲ができないですね。最上制度改新、これもダメか。とりあえず今のところやれるのはここまでってところかな。あとは内政を上げていくしかないですね。新宮城が畠山を攻められてますね。これはとてもじゃないけど、ただ六角に攻められてるぞ。これ防ぎきれるのか。いや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 、北畠すごい攻められてるな。高屋城の兵力が完成したら筒井攻めしてみるのも楽しいですね。おお、北畠に対して六角がすごい攻め込んでますね。いや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 、六角やばいな。あとは筒井を倒してちょっと機内に勢力を持ちたいですね。なんか信長の勢力が簡単に伸びて気がするので、なんかイベントはちょっとやめさせたい気もしますけどね。そしたら根頃衆も呼べるので行くか。筒井攻めできれば神前で、筒井攻めに三好家のちょっと三好家の援軍が欲しい。とりあえずちょっとやっていきましょう。さて、それでは交渉三好家で援軍、筒井城落としに行きましょう。で、我らは全軍で鷹取城落としに行きましょう。ここにあの城をいただきに行こうか。これで行こう。孫市出さなくても大丈夫でしょう。これは一旦騎乗かな。いや、でも行けるよな。本願寺が我らの領土。そしたらこちら全部隊で本願寺迎撃に向かいましょう。お、戻ってきましたね。そしたらこちら全部隊で筒井城行きましょう。
高屋城を狙いですね。高屋城上げちゃってもいいな、筒井が手に入るんだったら。なので孫一も出すか。無理に防衛しても仕方ないもんな。はい、合戦か。合戦していきましょう。2部隊さあ倒していこう。さてそれでは布陣変更で定有前に出していきましょう。はい、回戦です。で、妙さんもこちらまで。三好長吉はここまで行きましょう。はい、鉄砲戦車レベル5、強いよね、レベル5だもん。で、一番槍、鉄砲戦車、これちゃんと入ってる。なんか入ってない気がするな。全然減ってないもんな。ここまで行きましょう。今が動くべき。これはです、今ですと。いかにすべき。いいですね、強撃入れていきましょう。攻め立てようぜ。はい、制圧。はい、撤退。そしたら三好長吉で攻め込ませましょう。さて包囲攻撃ですね。はい、これで強撃ですね。いや、平蜘蛛が出るのは強いですね。素晴らしい。はい、撤退。まあこれで軒口攻めればいいですね。はい、壊滅。これで撤退ですね。お、島左近捕らえた。まあ仲間にならないだろうな、今の状況じゃ。投与していきましょう。お断りだ。まあ島左近が仲間になってほしいんだけどな。礼を申す。さてそれでは我が軍は全軍で高屋城を向かいましょう。我が部の見せ所か。いざ行かん。進めていって、合戦が可能と。5部隊か、威風弱発生やっていきましょう。いやー、3部隊で5部隊だからかなり厳しいぞ。しかも1部隊は我ら国衆だからな。まあ向こうも国衆ですけどね。とりあえずこんなもんでいいかな。入れ替えていきましょう。定有前に出そう。サダユレベル5だもんな。では回戦です。要所を手に入れる。真ん中の要所は捨てるか。我が部の見せ所か。命令をくれ。右の要所だけとりあえず手に入れるようにしましょう。で、格好撃破できるようだったらしていきましょう。素晴らしい。いや、津田さん戻りましょう。いいいい、とりあえず引きつけよう。ただここの要所は守りたいな。ここまで行くか。これでいい。やるなら今だぜ。
あの要所は誰も狙おうとしてないな。ミョウさん、こちらに攻め込みましょう。まずは一部隊でも倒すと違ってくるからな。ここに、ここに、はい、制圧されたと。はい、鉄砲戦車。あー、ここは鉄砲戦車川だから出せないのかな。ちょっとここまで行こう。若造どもに戦というものを教えてやるわい。逃げよう逃げよう。ヤタガラスが門を掲げたから負けられぬわ。おお、兵力減少か。で、体力低下、いいですね。これで強撃状態ですね。よし、強撃だ。はい、一体撤退。そしたら定優、こっち、重秀で向かって鉄砲戦車入ったかな。ここまで行こう。ここまで行こう。サダユ一旦引かせましょう。で、津田明さんでストップかけましょう。で、重秀は後藤さんを後ろからつきましょう。サダユ体力戻したら三淵さんと戦いに行きましょうかね。三淵さんと戦いに行きましょう。鉄砲出るかな。戦車出てほしいな。よし、鉄砲出た。一旦戻りましょう。一旦戻ってまたぶつかりに行きましょう。よし、鉄砲戦車出た。よしよしよし、連続で出るといいですね。で、もう一体撤退出したと。いいんじゃない。これはなかなかいい戦いよ。あと敵2部隊ん?4部隊。あ、そっか、撤退してないからか。そしたら定湯でこの要所を取り行きましょう。で、またヤタガラスですね。いいですね、ヤタガラス。はい、壊滅。で、津田さん少し休ませましょう。で、重秀も休もう。はい、壊滅。三淵さん壊滅。重秀はここで待機ですね。お、鉄砲さん入ったけど、いよいよ戻りましょう。ここまで戻ろう。はい、要所制圧。サダユで要所制圧しに行きましょう。要所制圧しに行きましょう。一旦戻ろう。サダユ戻るよ。怠慢で勝てるけど、なるべく怠慢したくないからな。戻って戻って。あ、もういいか。ここまで来たらこの要所倒すか。はい、撤退出しました。重秀は逃げましょう。はい、制圧。そしたら軒口行こう。ここ定湯も軒口を攻めましょう。これで退路を立てば、重秀が言うこと聞いてくんないかな。お、鉄砲撃ったね。よし、撃った後で逃げる。いいね、それはそれでいいよ。いいよいいよ、要所制圧しに行こう。
はい、要所制圧。あと軒口を一つでも落とせば勝ちですね。はい、軒口陥落、優勢勝ち。いや、ヨシテルとぶつからなかったのは良かった。はい、1100の減少兵力だからまあまあですね。で、威風弱が発生と、いいんじゃない。まあでも維持するのは難しいだろうけどね。いかがだったでしょうか。始まりました、鈴木家編。城が一つからスタートということで、近くに強大な勢力を持つ三好家の、ま、長いものに巻かれるとばかりね、心中を誓ったわけでございますが、なんとか高屋城を奪取し、そして、その高屋城をめがけて進軍してきた六角足利連合軍をなんとか打開することができました。このままなんとか勢力を伸ばしていけるんでしょうか。いやもう本当ね、なんとか、なんとか、この言葉が出てきて仕方がないですね。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。